道は、1954年制作、公開のイタリア映画。フェデリコ・フェリーニ監督作品で、第29回アカデミー賞、外国語映画賞を受賞した。自他共に認めるフェリーニの代表作の一つ。フェリーニの作品の中では、最後のネオリアリズム映画と言われる、チネチッタ撮影映画。ストーリーは、道化師たちの悲哀が展開し、破天荒な監督。 フェリーニの人生が反映されている。同じネオリアリズムの映画監督であるビィスコンティは白爵貴族であったが、フェリーニは少年時に神学校を脱走してサーカス小屋に逃げ込んで連れ戻されたり、十代で駆け落ちをしたり、ローマで放浪生活をして詐欺師にまでなっていた過去がある。家族主義やローマカトリックの色濃い国家イタリアで生まれ育ったフェリーニ監督の著書、 私は映画だ。夢と、回想に、映画、道に関する、次のような記述がある。旅芸人のザンパノは、芸の手伝いをする女が死んでしまったため、その姉妹のジェルソミーナを、ただ同然で買い取った。そやで、暴力を振るうザンパノと、頭が弱いが、心の素直なジェルソミーナは、一緒に旅に出る。同家の格好で芸をするジェルソミーナ。新しい生活に、 ささやかな幸福さえ感じていたのだが、残パノの態度に嫌気がさし、街へと逃げていく。そこで陽気な綱渡り芸人イルマットに出会う。ジェルソミーナは残パノに連れ戻されるが、イルマットのいるサーガス団に合流することになる。イルマットは残パノと古くからの知り合いらしく、何かとからかって残パノを逆上させる。ある日、我慢の限界を超えた残パノはナイフを持って、 追いかけるのだが、その行いで、逮捕されてしまい、サーカス団は、街から立ち去らねばならなくなる。イルマットとザンパノはサーカス団から追放される。サーカス団のオーナーはジェルソミーナに一緒に行くように、誘うが、ジェルソミーナは街に残る。イルマットは、自分は役立たずと嘆くジェルソミーナに、世の中のすべては何かの役に立ち、ジェルソミーナも役に立っている。それは、 神が知っていると言い残して立ち去る。この夜、ジェルソミーナは、イルマットが運転するザンパノのバイクの荷台に乗せられ、ザンパノの元へ送られる。翌朝、二人は到着した。イルマットは行き、ジェルソミーナは、ザンパノのバイクにもたれかかって、ザンパノを待ち、釈放されたザンパノはジェルソミーナがやってきて、自分のバイクもここにある。この事態に渋い表情を見せる。 ジェルソミーナとザンパノは、再び二人だけで芸をする日々を過ごした。しかし後日、ザンパノは、自動車の車輪の不具合を直す、イルマットを見かける。仕返しする機会を待っていたザンパノは、イルマットを撲殺する。ジェルソミーナは、イルマットの死に放心状態となる。ザンパノは、大道芸のアシスタントとして役に立たなくなった、ジェルソミーナを見捨て、居眠りしている彼女を置き去りにして去ってゆく。 幾年かの時が流れ、見知らぬ海辺の町に立ち寄ったザンパノは、ジェラートを頬張りながら、耳慣れた歌を耳にした。それはジェルソミーナがよくラッパで吹いていた曲だった。これを歌っていた町娘に、ザンパノが訪ねると、ジェルソミーナと思われる旅芸人が、この町に来ていたことが分かった。ある朝、この旅芸人は、死んでいたという。少し老いたザンパノは、 往年の鎖芸をこの街のサーカスで披露する。酒場で暴れた後、海岸にやってきたザンパノは、天を青ぎ地にしがみつき、絶望的な孤独感に打ちのめされ、一人おえつを漏らし、ラストを迎える。役名、俳優、テレビ版吹き替え声優の順に記載。当時のイタリア映画の監修から、撮影は、音声の録音が行われず、会話と音楽と音響効果は、 後で追加された。ゆえに、キャストたちは、それぞれの日常の使用言語を撮影中に話し、クイーンとベースハートは、英語、マシーナその他の面々はイタリア語であった。クイーンは、メキシコチワワ生まれのアメリカ育ち、ベースハートは、アメリカオハヨ生まれのアメリカ育ちで、この二人はイタリア語を話さず、イタリア語のオリジナル版における二人は吹き替えであった。 最初にザンパドの吹き替えをした声優に難色を示した。フェリーには、黒沢明、ラショーモニイタリア語吹き替え版において、ミフネトシロウの声を担当したアルノルド・フォアの仕事に感銘を受けたことを思い出し、瀬戸際になってフォアを起用することができた。英語吹き替え版において、クイーンとベースハートは自分の役の吹き替えをしたが、マシーナは別の声優が吹き替えをした。日本では、 NHK 教育テレビで1971年11月23日の10時30分12時19分に日本語吹き替え版での放送が行われた。その日本語吹き替え音源は、木の国や書店とシネフィルが、ブルーレイ化の際に収録するため創作したものの、権利元が音源を紛失しており、視聴者の録画もネット上で公募したが見つからなかったため、 ソフト収録や放映ができない状態となっている。主題曲をはじめとする本作の音楽は、フェデリコ・フェリーニ監督作品を数多く手掛けたニーの、ロータが作曲した。主題曲は、後に歌詞が付けられ歌詞たちにカバーされた。イタリア語では、ミケーレ・ガルディエリーが作詞した歌をニラピッツィラが歌っている。本作が日本で公開された1957年の、 第8回 NHK 紅白歌合戦で、ジェルソミーナとして、中原美佐が日本語歌手で歌っている。ザ・ピーナッツは荒川、広志の役史、宮城真理子は、佐伯孝夫の役史、カルメン・マギア・島田優子は、役者不詳の日本語詞で同様に、ジェルソミナという曲名の歌を歌っている。リュシエンヌ・ドリールは、ホセ、シバ、サキの日本語詞で、ジェルソミナ。 ロベール・シャブリエ作詞のフランス語詞でゼルサミナを歌っている。自ら作詞して歌っている歌手に沢田健治、三輪明宏がいる。2010年のバンクーバー東京オリンピックでフィギュアスケート男子シングルの高橋大輔がこの曲を採用同種目において日本人選手初のメダリストになった。イルマット役のベースハートは第28回ナショナルボードオブレビューにおいて ジョン・ヒューストン監督、白芸・イシュメール役で、女演団優勝を獲得。ゼルソミーナ役のマシーナは、第10回カンヌ国際映画祭において、フェデリコ・フェリーニ監督、カビリアの夜カビリア役で、女優賞を獲得。ザンパの役のクイーンは、第29回アカデミー賞において、ビンセント・ミネリ監督、炎の人、ゴッフホポール・ゴーギャン役で、女演団優勝を獲得した。文学座が、 ジェルソミーナのタイトルで舞台化。主人公をジェルソミーナに変えたいチキワコが演じた。音楽劇、道のタイトルで舞台化。演出は、デビットル・ボー。主演、ザンパノー、草薙強が演じる。ありがとうございます。